断罪のとカリュブディスの復活には本来大量の死体が必要です。死体？カリュブディスとは精神生命体の一種です。この世界で力を行使するには肉体を与えてやらねばなりません。なるほど。それであなたの役目は。まさかお前。従えるとはつまりカリュブディスをその身に宿しご自身と同一化するということなのですよ。俺の体にカリュブディスを。やめるなら今だよ。この封印はもう長く持たないかも。持たなかったらどうなる？いずれ自動的に復活しちゃうかな。死体が必要なんだろう。そうだけど封印されてても自分の復活に必要な魔物の死体ぐらいは用意できちゃうんじゃないかな。そうなったら私たちはくたびれそうになっちゃう。そうですね。自動復活しちゃったら正義は無理だろうし、純粋な破壊の意志だから誰の命令も聞かないだろうし。復活する前に封印を解きその力を奪わないとダメというわけか。さよかった。さすがです。いいだろう。カリュブディスの力我が物としてやろう。やってやるぜ。カリュブディスを俺の体に従えてあの小生意気な魔王ミリムを。行きましたね。行ったね。さすがは脳が筋肉でできているカリオンの部下ですね。簡単だったね。これで終了ですか？クレイマンからはカリュブディスを復活させてミリムに向かわせろとしか聞いてないよ。おっん？用意してたレッサードラゴンの死体いらなくなっちゃったね。しかし備えあれば憂いなしですからね。わあ今日も大量なのだ。ミリムちゃんはすごいんですよ。すぐに魔物を発見するので今回も狩りが楽々でした。わあ魔物の発見ぐらい余裕なのだ。今夜もごちそうなのだ。お疲れさんお疲れさん。ほんと疲れやしたね。風呂入って一杯やるか。一杯やるのだ。何者？この気配はトレイニーさんじゃ。いやちょっと違うか。何か殺気立ってるような。トレイニーさんじゃないよね。ドライアードでやす。初めて見た。皆様はじめまして。私はトレーニーの妹のトライアと申します。妹がいたのか。もう一人ドリスという妹がおります。三姉妹。それはともかくその殺気と姿はどういうわけだ。緊急事態でございます。厄災が近づいています。最悪。カラミティモンスターであるカリュブディスが復活いたしました。カリュブディス？魔王に匹敵するボーイであります。我が姉トレイニーたちが足止めを行っておりますがまるで歯が立ちません。そしてカリュブディスの目的はこの地であるのよ。天空の支配者たるカリュブディスに対し地上戦力では無力。至急防衛態勢を固め飛空戦力を用意すべく進言に参りました。カリュブディスは遥かなる昔に生まれ死と再生を繰り返しております。凶暴なる天空の支配者森の支配者にして守護者たる暴風竜ベルドラ様の申し子と言えるでしょう。ヴェルドラの申し子。カリュブディスはヴェルドラ様から漏れ出たマソダマリから発生した魔物なのです。俺と同じ？じゃあ俺とカリュブディス兄弟みたいなもの？カリュブディスがここを目指しているのは俺を狙っているってことか。俺の中にヴェルドラがいることに気づいているのかも。カリュブディスが復活したのなら魔王以上の脅威となりますよ。何しろ魔王と違い話が通じる相手ではないのです。言ってみれば知恵なき魔物、固有能力のサモンモンスターでメガロドンというサメ型の魔物を異界から召喚して暴れる。なんだそれ、オークロードより厄介なんじゃ。状況は最悪です。召喚されたメガロドンはなぜか近くにあったレッサードラゴンの死骸をよりしろとした模様。その数は13。魔王並みの化け物1体と召喚された空飛ぶサメが13体。それは一体何の冗談だ。リムル様、どうされます？どうするって何か重要なことを忘れてはいないか。カリュブディスごときこの私の敵ではない。その手があったか。そのようなわけには参りません。私たちの町の問題ですので。おい師匠、勝手に断るな。え、だが私はマブダチ。そうですよ、友達だからと何でも頼ろうとするのは間違いです。リムル様がどうしても困った時はぜひともお力添えをお願い申し上げます。今めちゃくちゃ困ってるんだけど。あ、そうだぞミリム、まあ俺を信じろ。なんだと、せっかく私の見せ場がやってきたと思ったのに。まあ狙いは俺みたいだしミリムに頼りすぎるのもな。カリュブディスを倒す準備しろ。はっ。リムル殿、ちょっと外の空気でも吸いませんか。どこまで空気吸いに行くんだよ。何、部下がいる前では弱気なことは言えないでしょう。率直に聞きたい。本気でカリュブディスを倒すつもりですか？相手はドライアドでさえ足止めすらできない化け物ですよ。盟約を結んだガゼル王の応援も期待できるし、やるだけやってみるさ。逃げないのですか？逃げてどうする。俺がこの国で一番強い。おお。絶対に勝てそうもないならすぐに逃げて次の策を考えるけど、そうじゃないなら正面から自分の目で敵の強さを確かめるべきだろう。なるほど、魔物の主、そうでしたね。それに逃げたところでこんな風に逃げた先で暴れる魔獣だっている。どうやったって戦わずにずっと平和ってわけにはいかないしな。始めましょう。俺を供するか。いかがでしょう。わかりました。この程度なのか。お任せください。逃がしはいかがですか。いかがでしょう。終わりの時、あとはお任せください。死して次の皆さん、エンド・オブ・ワンズ。リムル様、望むまま。ください。終わりにしましょう。国の平和は守られましたね。この町をあの時のように踏み荒らさせはしない。